オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマに、ネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はジョゼフ先生です。ジョゼフ先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? 皆さん、こんにちは。お元気ですか? Personnellement, comme la température a bien baissé, je dors beaucoup mieux la nuit. Et vous? 個人的には気温がだいぶ下がり、よく眠れるようになりました。皆さんはいかがですか? Aujourd'hui,J'aimerais vous parler d'une qualité qui m'attire beaucoup. Récemment, en lisant une revue, j'y ai vu le mot empathie. 今日は私のとっても好きな特徴についてお話ししたいと思います。最近、一冊の雑誌を読んでいて、empathie、思いやりという言葉を見ました。L'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place d'une personne, d'essayer de comprendre ce qu'elle ressent. 思いやりとは、他の人の立場に立って考えるという能力のことで、相手の考えを理解するよう努めることです。Par exemple, si une personne a mal dormi ou est fatiguée,Elle risquera d'être de mauvaise humeur. Je pense que cela nous arrive à tous, n'est-ce pas? 例えば、もしもよく眠れなかった、もしくは疲れているという場合、その人は不機嫌になる可能性があります。そういうこと、誰にでもありますよね。Malheureusement, parfois,On risque de mal parler aux autres ou d'être un peu froid. そんな時、残念なことに、誰かに乱暴な話し方をしてしまったり、冷たくしてしまうことがあります。Parfois, d'autres problèmes personnels plus graves peuvent être la cause de ce genre de comportement. さらに、別のもっと大きな問題として、態度に現れてしまうかもしれません。 Si nous avons de l'empathie, nous ne jugerons pas trop vite une personne, mais essayerons de comprendre ce qu'elle ressent, de nous mettre à sa place. もし私たちが思いやりがあるなら、その人についてすぐに決めつけてしまわずに、その人の立場に立ってその人がどう感じているかを理解するように努力することができます。Si nous faisons cela, notre liste d'amis ne manquera certainement pas de s'agrandir. 私たちがこのようにするなら、私たちの友達リストはきっと増えていくことでしょう。Voilà une belle qualité que j'aimerais travailler encore plus. Vous aussi certainement.これが私が努力している一つの素敵な特徴です。皆さんもきっと同じですよね。さて、本日アラカフェットは第二部構成でお届けします。第一部は私、ジョゼフがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で
覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部はアンサンブルが推奨する学習方法についてご紹介いたします。今回は趣味でフランス語を学習されている皆さんへの学習方法です。Pour notre leçon, nous allons voir ensemble l'utilisation du pronom relatif ce que. 今日は関係代名詞ce que の使い方を見てみたいと思います。ce que というのは何々するものあるいはことという意味です。ce que の後ろに主語、動詞の順番で文章を入れます。例えば、ce que je mange。私が食べるもの。ce que tu dis。君が言うこと。ce que nous regardons。私たちが見るもの。ce queque vous voulez. あなたが欲しいもの。que の後ろが il や elle のように母音から始める場合は、エリジオンを起こして次のように言います。ce qu'il fait. 彼がすること。ce qu'elle lise. 彼女たちが読むもの。もちろん、そのままでは文章は完成していません。すく、何々の前に別の文章を置いて、何々なものをほにゃららする、もしくは、何々なことはほにゃららだというふうに言います。例えば、好きなものを食べるはこのように言います。Je mangece que je veux. Je mange ce que je veux. Je mange ce que je veux. あなたが言っていることはわかりません。Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas ce que tu dis. あるいは、ce que 何々の後ろに、c'est ほにゃららという文を置くと、何々なこと、それはほにゃららだという強調する文章を作ることもできます。例えば、私が一番好きなこと、それは友達と出かけることです。Ce que j'aime le plus, c'est sortir avec mes amis. Ce que j'aime le plus, c'est sortir avec mes amis.Ce que j'aime le plus, c'est sortir avec mes amis. Alors, ce n'est pas si difficile, non? Nous avons également ce qui, ce dont, mais nous les verrons une autre fois. どうでしょう? そんなに難しくないですよね? 他にも、ce qui, や ce dont.なんていう関係代名詞もあります。それはまた別の機会に説明することにしましょう。いかがでしたか？今回のようにしておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルアンフランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。
それではまた、あ、bientôt。ジョゼフ先生、ありがとうございました。アラカフェットは、日本最大のオンラインフランス語学校、アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部は、アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。今回は、アンサンブルが推奨する学習方法についてご紹介します。趣味でフランス語を学ばれている皆さんへの学習方法です。楽しくフランス語の学習を続けていくためには、講師と一緒にフランス語学習そのものを楽しむことが大切です。その1、まずは自分の趣味があることを講師に伝えて、興味がある題材を使って講師と一緒にフランス語学習を楽しみましょう。その2、せっかく趣味で続けているフランス語学習ですから、それが苦行になってしまわないよう学習方法を工夫してみましょう。講師に楽しみながら学習できる方法を聞いてみたり、講師と一緒にオリジナルの学習方法を作り上げてみましょう。例えば、フランス語でツイートされたツイッターを読んでみたり、好きなフランス映画のセリフを書き出してみたり、真似して言ってみたり、フランスで起こった最新のニュースを読んだり聞いたりして、講師とそれについてディスカッションをする、など、楽しみ方は人それぞれですので、ぜひ、ご自身に合った勉強方法を講師と一緒に見つけていってくださいね。アンサンブル・アン・フランセは、皆さんのフランス語学習を全力で応援しています。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。